右左どっち？ピクミン4より初めましてとなる、氷ピクミンについて解説していきましょう。解説されてあげましょう。まず敵を凍らせられます。敵を行動不能にできるのはシンプルに強しですね。あれよく考えると強すぎない？紫みたいに敵を行動不能にできるのは強すぎるので、耐久値の高い敵さんがいたりして調整されているのかなと予想。少なくとも体験版で遊べる範囲は無双といっても、過言ではなかったしな。ちなみに食べられても凍らせられるみたいですね。厳密に言うと凍らせるのに必要なゲージが上がるわけだな。逆に凍らせてはいけない敵さんとかいたりするのかなと、いろいろと期待が膨らみますね。熱すと、水辺を凍らせられます。パッパキだな。凍らせた後は歩くこともできて、対岸に渡れたりできます。ただ水辺を凍らせているピクミンは他のことができないから注意だな。笛で呼ぶと凍らせ状態を解除してこちらに来てくれます。数秒後に氷は水辺に戻ってしましますが、氷が割れても氷ピクミンは溺れないからそこは心配いらないですね。と皆さんがご存知のことを言ってきたわけですが、まだ見ぬギミックとか想像するとワクワクが止まらないな。次回は光ピクミンについて、カミングスーン。